芸能祭と、そしてまた美術展と、そしてまた来週から始まる大人の美術展と三大3つ合わせて、文化芸術祭と昨年から目打ってやっています。これは皆さんの拍手次第によっては今日泣いて変わるか笑って変えるかの瞬間でございますから、あなたたちの、に命を預けております。よろしく拍手を持って目指していただきたいなと思っております。ぜひとも最後までご声援の方でよろしくお願いいたします。会長さん、先ほどご挨拶もありましたけど、文化協会今年で40周年と創立40周年ということで、昨日、記念式典と功労者の方の表彰がありました。稽古を積まれて、研鑽を積まれた成果を今日発表されるわけですから、それをですね、楽しみにしていただきたいというふうに思います。
ってます。